はい、どうもまちこです。今日はハーモニクスについてまとめてみたいと思います。ハーモニクスというのは弦の半分の位置を、ハープの場合押さえて弾くと同時にその押さえたものも一緒に離します。そうすると実音のオクターブ上の音がで、さらにポーンとね、綺麗な音が鳴るのが特徴です。このハーモニクス、その押さえる位置とかが難しかったりするので、そういったところをまとめてみたいと思います。弦の半分なんですが、始まりはね、ボードから出ているところで分かりやすいと思うんですけども、終わりのところが、ハープはちょっと特徴があります。弦が巻かれている棒とここに引っかかっている棒があってあります。なのでレバーが下がった状態だとここが最終地点なので、ここから、弦の出ているボードの位置ですね、そのちょうど半分の位置がハーモニクスのポイントになります。でレバーが上がっているものはですね、青山ハープの場合こういった棒がついていまして、ここが最終地点になるので、ここからの距離になります。でメーカーによって違うので、まあ、弦が最終的にどこを接しているかというのを見てもらうといいと思います。という感じで、どこからどこまでが弦の長さなのかというのをまず確認していただいて、でそこからちょうど真ん中あたりを見つけていきます。でここかなと思うところを、人差し指の、第一関節を曲げてちょっと下あたりですかね、弦に触っていきます。この時にこう立ててしまうと接してる面積が広くなってしまうので点でつくようにします。で親指をいつも引くように当てるんですが、いつもよりも強めに引いてあげます。でまずこのポイントを探していきたいと思うんですが、実際にはこの人差し指も離して引くんですけども、今ポイントを探す時は触った状態で引いていきます。ちょっと詰まっていますね。あ、今結構鳴りましたね。で、ちょっと超えていくと、またちょっと詰まっていきました。なので、ちょうどこの間が、あ、ここですね。一番よく響くポイントが、そのハーモニクスをするポイントになります。で、ここが見つかった状態で、弾いていきます。弦をしっかりと人差し指で押さえて、親指は、弾いています。こういう感じですね。結構爪に近いあたりを当てるとこう鳴らしやすいですね。あまり肉を挟むと柔らかい音になってしまうので、爪をちょっと引っ掛けるようなイメージにすると鳴りやすいかなと思います。歯がこの位置で、身がこの位置ですね。でそのままレがここに行くかと思って行きや、こっちの方が響きやすいと、レバーが上がっているかどうかというのでその位置が変わってきますので、そこが、まあ、注意する点ですね。左手の場合は、親指の付け根この辺りがその点の部分に当たるようにして親指で弾いていきます。これも当たってる部分が合ってるかどうかを、あ、ここですね。よく響く位置を探してから弾いていきます。反対から見るとこういう状態ですね。できるだけこう点で触っています。ここはついていないです。点で触ってここは浮いた状態で親指弾いていきます。効果あるか分かりませんが、ここに空洞を作るとそこを共鳴堂にしてよく響くという説もあります。
違いはよく分かりませんけれども、左手はこういう感じですね。で、ハープはほとんどその半分でオクターブ上の音をよく出すんですが、奏者によっては4分の1なども使って、例えばそのオクターブですね、4分の1にするとさらにオクターブ上ですね、その真ん中あたりにすると今レの音がソからと、本当はこう細かく区切っていけばいろんな音が出るんですが、ほとんどオクターブ上の音を出しています。サラサという、ギターとのデュオで星の街という曲があるんですが、そこでハーモニクスの伴奏をしていますけども、みたいなことをしたりとかですね、あとカバー曲ですけども、私の投稿している動画の中で一番再生数を出しているんですが、まあまあバットも多くてですね、その原因はメガネじゃないかなとは思っているんですけども、今後はね、撮影の際に気をつけていこうと誓った、そんな動画になりますけども、その命の名前の、冒頭部分がっていうね、ところもありますので、よかったらそちらの方もチャレンジしてみてください。ということで、まずその位置を探してからという練習をしてみてください。では今日はこの辺で、さよなら。